この車がマツダの RX7FC、えー、ですね。おそらくこれ、あの新車時の出荷前の検査済みという、えー、ことを表すステッカーだと思うんですが、えー、この RX7 のねコンバーチブルは、えー、こういったトランクを備えた形状となっております。はい、皆さん、こんにちは。北米的自動車ブログのユうスケです、えー。今回もですね、またアメリカ・ロサンゼルスの自動車解体屋から車のご紹介していきたいと思います。 それで今回ご紹介する車なんですが、えー、こちらですね。えー、この車がマツダの RX7、えー、FC ですね。えー、FC の、えー、コンバーチブル。こちらをご紹介していきたいと思います。はいえー、それでこの車が1988年式の車となります。えー、ですので、前期型にあたるモデルですね。えー、それで前期型の特徴として、えー、車両全体をね黒のモールが囲むんですが、 これがね、個人的にはいいアクセントになって、えー、非常に好きです。それでこの車は、えー、コンバーチブルモデルとなります。で、この RX7 の FC のコンバーチブルは、す、え、べ、ー、て布製のね、えー、コンバーチブルとなりました、えー。ハードトップのコンバーチブルは存在しません。えー、それでここですね、えー、この布製のコンバーチブルで、えー、一つちょっと気になったところが、これが、えー、車両のね、 車両とソフトトップの接続部なんですがこんな感じでビス止めがされておりましたこれはね当時の演出でこういうことになっているのかそれともねソフトトップを止めるときはこういう感じでビス止めするのが一般的なのかちょっとわからないんですけどかなりねクラシックな印象を受けましたはいそれでこれがね車両の前方に回ってきましてフロントスクリーンですね ここでまた面白いステッカーを発見しました。これがね、えー、フルサークルサービスマツダというステッカー、えー、が貼られておりまして、これ何なのかなと思ってよく見るとね、えー、おそらくこれ、あの新車時の出荷前の、えー、検査済みということを表すステッカーだと思うんですが、この下にですね、えー、見えますかね、えー、プリーデリバリーインスペクションバイ。 その下に、えー、おそらくこれ、名前が入るところかと思うんですけど、こんな感じでね、えー、新車の出荷時の、えー、検査員の名前がここに入るということですよね。えー、ですので、これ、新車時に貼られたステッカーということで、この車、88年式ですので、もう32年前からここに貼られているステッカーということで、えー、かなり貴重ですよね。個人的にこういうね、あの当時のステッカーとか非常に好きなので、 えこういうのね、あの復刻版でもいいので、どなたか、えー、作ってくれないですかね、えー、もしあれば、えー、ぜひ貼ってみたいです。はい、えー、それでね、これが後ろに回ってきました。えー、この RX7 の、ねえー、コンバーチブルは、えー、こういったトランクを備えた形状となっております。通常ね、ね RX7 はすべてハッチバックの形状なんですけど、えー、このオープンモデルのみは、えー、トランクがついております。 はいえー、それでこのトランクの突筆す,すべきところはここですね。えー、こんな感じでね、トランクの支えがダンパー,、えータイプとなっております。これあのね、このチャンネル、えー、ご覧いただいている方はおそらくあの新車情報とかもお好きなんじゃないかなと思うんですけどね。あの昔三本さんがやってたやつですね。で、えー、その三本さんがしきりにね、トランクにこうダンパーを使えと、えー、言ってたのを思い出しますが、 この車もね、その三本さんを習ってかどうかわからないんですけど、えー、こういう感じでトランクはダンパーで支える形状となっておりました。それでね、えー、まあこんな感じで、えー、もちろんダンパーはへたってしまっております。まあね、これも30年以上前のダンパーですので、まあこれもいたし方ないのかなというところです。 はいえー、それでこれですね、あのー、こういう解体屋の、ね、あるある、これ、おそらく日米共通だと思うんですけど、えー、予期せぬところにね、えー、予期せぬ部品が、えー、放置されているというのが、えー、よくあるんですが、えー、この車のトランクにもですね、えー、こういった感じで、えー、13B インジェクションマツダと書かれた、こういう鋳物の、ね、部品が、えー、置かれておりました。これおそらくえー、とー インジェクションポンプですかね。えー、かなと思うんですが、えーまあ、それがここに、えー、トランクに放置されておりました。でもこのね、あのー、刻印かっこいいですよね。13B インジェクションマツダ。この当時のマツダのエンブレムというかロゴ、えー、個人的に非常に好きですね。それからこれがですね、えー、トランクについている、えー、ブレーキランプの、えー、センターのブレーキランプなんですが、 えまあこんな感じで、ランプ類はもちろんえ日本製。で、これが日本の小糸ですね。小糸で作られたえランプ類がえ装備されておりました。マツタは小糸と関係があるんですね。トヨタもね、小糸のえランプを使っているんですが、その他のねメーカーであのスタンレーを使っているメーカー、ホンダとかは確かスタンレーですかね。そんな感じでえーメーカーによってこう付き合いのあるメーカーも、パーツメーカーもね、変わってくるというところです。 あとこれがですね、この車のリアウィンドウですね。えこういうねソフトトップの、えー、車は結構ここがビニールというか、えー、ビニールですね、まあえー。それで作られることが多いんですけど、この車は、えー、熱線入りの、えー、ガラス、えー、製でした、はいえー。それではね車内も見ていきましょう。えー、この車、車内はですね青側、えー、ブルーレザーですね。 の内装になっておりましたそれでこのシートなんですが、この車ね、RX7 って日本ではかなりあのスポーツ色の強い車という認識だったんですけどね、えー、こんな感じであまりホールド性の高そうではない、えー、シートがついておりました。なのでこの車の性格的にアメリカでは、えー、GT カー的な、えー、扱いだったのかなというところです。 はい、それでこれがメーター周りですね。こんな感じでオレンジ色のアナログメーターがつきます。スピードの表記はもちろんマイル表記ですね。でね、このメーターなんですけど、80年代のこういうツードアクーペというとですね、各社こぞってデジタルメーターを採用していた時期なんですが、マツダはね、こかたくなにアナログのメーターを採用していたようですね。 えー、他社のねライバルで、えー、トヨタのスープラであるとかあとは日産の Z ですねあの辺がこの車の直接のライバルとなると思うんですけど、えー、そういうライバルたちはですね皆、えー、デジタルメーターを採用しておりましたねあとねもう一つ面白かったのがこのエアコンの操作パネルですね えー、ここを見ていただいてこれ分かりますかねえー、とどこから風を出すかっていうところの選択のボタンなんですけどこのねイラストがこれ一番左が人の顔ですよね人の顔面で、えー、その右が人の顔と足でその右が足とえー、なんかねすごいリアルなえー 絵が描かれておりましたここまでリアルに <laughs> しなくてもいいと思うんですけどまあこれも当時のマツダならではの面白いところですよね、えー、今には今では見られない、えー、表現ですはい、えー、それでねこれが、えー、エアコンの、えー、この選択のボタンがですねどういう動きをするのかということなんですけど えこういう感じでですね、えー、1つ押すと他が浮き上がってくるような、えー、動きをします。この,系あのこのタイプのボタンってね、あの最近見なくなりましたよね。ちょっと前までね、えー、ラジカセとか、あの辺に多く使われてたようなタイプのボタンだと思うんですけど、えー、最近はこういうのも見なくなりましたよね。はい、えー、これがですね、ダッシュボードの 上の部分についていたものなんですが、えー、これがおそらく警告灯とかが出てくるような、えー、パネルですかね、えー。そこにこんな感じで、これも注意書きですね。えー、前をね、塞ぐなという風に、えー、英語で注意書きがされておりました。はい、それからですね、これがこの車の、えー、インフォメーションラベルなんですが。 えー、この車、製造が1988年の7月、えー、製ですで。もちろんメイドインジャパンですね。この車は広島の本社工場で、えー、生産された車となります。それでスカッフプレートにもですね、こういう、えー、当時のマツダのロゴが入りますね。それでこれが、えー、エンジンルームに貼られていたエアコンの注意書きなんですが。 こここにですねこんな感じで、マツダ・広島ジャパンと書かれておりました。こういうところにね、このマツダの広島プライドが見えますよね。こういうの非常に好きです。こういうのを、ね、アメリカの解体屋で見ると嬉しくなるんですよね。はい、こういった感じでね、今回はまたアメリカ・ロサンゼルスの解体屋から、マツダの RX7FC ですね。 それのコンバーチブルをご紹介しました今回もご視聴いただいてどうもありがとうございました